カリタス女子中学校、高等学校は、神奈川県川崎市摩幕中野島にある、キリスト教カトリック系の私立中高一貫女子校。学校法人カリタス学園の運営で、設立は1961年。カリタス幼稚園、カリタス小学校は、系列校。カリタス小学校から毎年80名程度が、内部進学する。キリストの教えである、 人は皆神様から命を授かった尊い存在であることを生徒一人一人が理解し、自分のことのように他者のことを考え、他者のために行動できる人に育ってほしい授業、修礼挨拶はご機嫌よう。お辞儀はとても丁寧に深々とする。再敬礼。朝礼のみ再敬礼でおはようございます。である。楽器は前期後期の2期生。 高校1年、2年、3年のことを校内では4年、5年、6年と呼ぶ。以下は2008年改定のカリキュラム外国語教育が非常に盛んで、中学生は英語を第一外国語、フランス語を第二外国語として学習し、高校生は英語、またはフランス語どちらかを第一外国語として選択する。高校生は文科コース、文理コース、 理数コースの3コースを選択する。文科コースは外国語、国語、社会を中心に、分離コースは外国語、国語、数学を中心に、理数コースは数学、理科、英語を中心とした力を入れたカリキュラムとなる。2013年度から高校1年生からの選択は廃止となり語学選択のみで高校2年生からとなった。英語、フランス語ともに、 ネイティブの教員、講師による本格的な授業も行われる。基本的に土曜日の授業はなく、週5日制。すべての曜日が7限ある。1限につき45分間の授業となる。中学1年生はオリエンテーションキャンプに、中学2年生はイングリッシュキャンプなど、宿泊行事が盛んである。修学旅行は、中学3年生は、京都、奈良に、 高校2年生は九州に行く。フランス語を第一外国語として履修することのできるカリタスの他に、行政中学校、高等学校、白百合学園中学校、高等学校、双葉中学校、高等学校、聖ドミニコ学園中学校、高等学校などでフランス語教育連絡協議会を結成しており、毎年6月頃に、 この5校でフランス語劇やスピーチの発表会であるフランス語フェスティバルを開催している。1月下旬には全学年対象の英語、フランス語の外国語発表会、2月中旬には中学合唱コンクールも行われる。理科の校外学習で動物園実習、地学実習も行われる。文化祭は例年9月下旬から10月上旬に2日間開催される。 マルグリット祭と呼ばれている。2017年、関東演劇コンクール優勝。2018年度全国演劇コンクール、出場決定。文化祭での発表を行う。11月上旬に定期演奏会。ただし、投稿は、鎌倉市の学校ではなく、川崎市に所在する学校なので、異論もある。ありがとうございます。